中華麺は袋の表示通り茹でて、もみ洗いして水気を切っておきます。フライパンにサラダ油をひいて豚こまを中火で炒めていきます。豚こまにある程度火が通ったら、ピーマンとタケノコの細切りを入れて、塩コショウと酒を振って炒めます。30秒ほど炒めたら水を入れます。水を沸かしている間に鶏ガラスープの素、オイスターソース、醤油、砂糖、味の素で味付けをします。沸いたら火を少し弱めて、水で溶いた片栗粉を回し入れながらとろみをつけます。とろみがついたら火を止めて、ごま油を小さじ1入れてスープジャーに移します。水気を切った中華麺は昼に固まらないようにごま油で和えて弁当箱に入れます。チンジャオロースの旨味が麺に絡んで箸が止まらない一品、ぜひお試しください。